こんにちは、関西クロスニュースです。今週はご覧の内容でお送りいたします。はじめにプレスリリース情報です。JR 西日本、2021年春、紀ノ国線新型車両導入、イコカエリア拡大。紀ノ国線では紀伊田辺地区の105系6編成を新型車両227系に置き換えて、車載型 IC 改札機の利用を開始します。これで、和歌山県内を走る JR 西日本の車両は、すべて JR 世代の車両に置き換わり快適になります。 JR 西日本、 JR 通勤アシストレンタカーの設定。 JR 利用者限定で、土休日の前日を除く平日の18時から翌朝9時までの夜間に税込み1000円でレンタカーが利用できるサービスが9月1日から始まります。対象なのは新神戸と姫路の営業所で、貸し出しは18時から22時半まで、返却は朝8時から9時までです。阪海電車、筑鉄電車、阪海電車共同 PR 企画第1弾。筑豊電気鉄道と阪海は9月19日より認知度向上のために共同 PR 活動をします。第1弾として筑鉄の赤電カラーを阪海のも161型へ塗装が行われます。筑鉄側は2021年度に阪海電車カラーを筑鉄の車両に塗装されるようです。大阪モノレール宇野部駅で可動式ホーム柵を使用開始。8月29日より宇野部駅にて可動式ホーム柵の使用が開始されました。大阪モノレールでは2022年度までに全駅設置を目指しており、18駅中9駅目です。ちょうど半分の駅が設置されたことになります。次の庄司駅はすでに工事が始まっており、10月末に設置完了予定です。関西の鉄道事業者19社局共同マナーキャンペーンポスターを提出。1994年から定期的に行われている共同マナーキャンペーンが9月も行われます。9月は車内での扉付近のマナーとして、降りる人のために扉付近は立ち止まらずに出口を開けようというテーマで、各社局の駅や電車内にご覧のポスターが提出されます。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは関空地下特切符です。この切符は南海の関西空港駅と大阪メトロ各駅の券売機ですぐに購入することができるお得でお手軽な片道切符です。通常南海が930円、大阪メトロが最大380円で合計1310円のところ、1020円となり290円お得です。 JR のお得な切符は前日までの発売なので、当日券売機ですぐ購入できるのは良いですね。ただし南海と大阪メトロの乗り換え駅は難波駅のみとなり、天ヶ茶屋駅での乗り換えはできません。またラピート利用時は別途特急券520円が必要となりますので、ご注意ください。最後に Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのはトミーテック鉄道コレクション永山電車700系722号車登場時カラーとノスタルジック731です。
セイデン700系は1987年にデビューした1両編成の4運転台車です。722号車は登場時のカラーで製品化されています。現在は2019年にリニューアル工事が1番目に施工されて雰囲気がまた変わっています。731号車は1925年開業時のデナ1型を模したカラーへ2015年に変更され、内装も当時に近いものになっています。今回は2012年に撮影した722号車と731号車の写真がありましたのでご覧ください。価格はそれぞれ税抜き2500円です。発売に合わせて動力ユニット、走行用パーツセット、パンタグラフも同時発売されます。今週もご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。以上、関西クロスニュースでした。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは動画リニューアルについてです。いかがでしたでしょうか。毎週のように少しずつ幕あいを入れたり、編集後期なる場所を入れたりと変わって入るのですが、今回はキャラクターを入れてみました。すみっこ暮らしと阪急コラボの動画では別のキャラクターを初めて入れてみたのですが、2D データでキャラクターの保存もできないサービスで作ってしまったので作り直してみました。まだ今は紙芝居形式での登場となっていますが、 3D で動かせるサービスを使って作っていますので、今後はリアルに喋らせながらお送りする番組を作っていけたらなと思っています。キャラクターの名前はまだ決めていません。容姿は完全に趣味です。服装は制服っぽいようなスーツっぽいような感じですが、プリーツスカートって良いよね。手には乗務員風に白手袋をしています。帽子に関しては検討中です。ちなみにメガネは外しません。メガネは外しません。もしよければ意見や感想をコメントでもらえると嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは来週に向けて出発進行。